まあ、なんかわかんないけど。あの、アーカイブの時代がやったら終わりで。怒涛もやってみたいしね。どうせレベル上げるんですね。奪われるのに合わせない人がいたら勝てない。する気持ちが大事ね。チームメイトにこういうシェアさせてくれれば、あいいでしょこいつ。ここでポーテム知ってるやつだからもう必ず行かなくていいよ。もったいない。こいつの圧勝は見てるからね。
ってるやつなんで食いたくないね。最近まで入っていいよ。でこういうポテト当然蒸しるよ。だからろくなもんじゃないから使わなくていいよ。ポテト蒸しってるやつなんかね。ヒロちゃんクラスにごまかし聞くと思ってる？ずっと思いっきり観察してるから感じ。アダム・フランシスなんてもうタッコタケの頭の人がいますよ。そういうのもいかないポテト蒸しってるとどういうことだよ。呪術でもいいの。マジでイラッとしたら。みんながいなくなればもう外れても外れなくなるから、その間の時間少しでも数えばかけさないと。ほら当店蒸してるじゃん。だから中心に使える。だからこいつが何か知らんけど、エース見つめる見つめる。ほいほい、あーほい、プレイヤー一手だと思うよこいつ。一手だろ、難しいだけ。これがこれがヒロちゃんデッドバイナーススーパーエースナンバーワンプレイアダムフラッシュ通報。すごいでしょこいつ。発電機回さないんだよこれ。すっげえと思うよこれ。もう内なる力でもないんだよこいつ。無法だよこいつ。
あって当たり前。それがヒロちゃん。よし。スーパープレイヤーヒロちゃんがいれば勝てる。